はい、みーちゃんです。今日はね、仕事終わりからの、ま、ルーティン撮ってみようかなと思って今ジムにやってきました。この頃ね、週3くらいはちょっと頑張ってジムに行っております。で、早速もう仕事終わって、まあ今ジムの前でちょっと入るところなんですけど、まあその様子とかを撮っていけたらなと思います。疲れた。喉も渇く。だいたい約1時間半ぐらいいたのかな。疲れたけど、まあ、これがね、ちょっと気持ちいいよね。なんか、ケンタッキー食べたくて、で、スイスターのバジルレモンが新発売で6月1日からかな。で、超美味しそうだったので、買ってみました。こんな感じ。もうね、これを食べるので今日夜ご飯は抜き。けど、これなんか巻き方やばくない？いただきまーす。うん、あ、バジルすご。レモンはそんなない。あ、バジルが結構ね。うん、でも美味しい。なんか6月1日から発売らしいので、ぜひ行ってみてください。美味しい。この後はね、買い物して帰りたいと思いまーす。ただいまー。いっぱい買ってきたー。ドラ盛りも寄って、で、買い物もしてきたー。あ、疲れたー。よいしょ。汗をかいたので、お風呂入ってきましたー。めっちゃすっきり気持ちいい。さあ、今からみーちゃんはおビール飲みたいと思います。最後まで見てくれてありがとう。またね、バイバーイ。